その薄い唇とその細い声とは食べるによろしい。悪化のように結晶してはいないけれど、決定組織をしてはいるけれど、食べるによろしい。しかし食べることは誰にもできるけれど、食べ出してからは難しい。味わうことは難しい。泣き者は心を飛翔させ、美食をすべてきな臭く思わせ、人の愛さえうるさく思わせ、それでもその薄い唇とその細い声とは食べるによろしい。